ララポート。ちょっと屋上の駐車場は失敗かな。暑いな。あ、どうも皆さんこんにちは、平山茂でございます。どうも皆様、今日は7月28日でございますね。7月28日水曜日でございます。現在時刻は2時16分。ちょっと屋上は無理だね。死んじゃう。今日は暑いな。昨日より暑いんじゃないかな。ここは本当に綺麗ですね。もう素晴らしい。今日はですね、お休みということでララポートに来ております。といってもね、ララポートの中のねお店を回ったりとか、そういう動画ではございません。ただ日陰に涼みに来たというだけでございます。皆様お体大丈夫でしょうか。無理してないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。大丈夫ですね。いや本当に暑いですから、無理しないように。本当にね、本当に暑いんです。ちょっとね、本当に暑い。本当に熱中症には本当に気をつけてください。油断したらダメですよ。お家の中でも熱中症にはなりますからね、本当に適度にエアコンつけてくださいよ。無理しないように。熱中症かな。やっぱこの時期はもう厳しいですね、外で撮影っていうのはね。まあ、早朝とかだったらねいいと思うんですけど、早朝とかまあ山とかね、ちょっとこの街中でね日中の撮影はちょっとやっぱりどうしても気温がね、気温高いし湿度も高かったりするので、車内に戻りました。車内最高ですね。エアコン効いてるし、ずっと入れる。熱中症には皆さん気をつけてくださいね。ね、本当に危ないですからね。命に関わりますから。本当に。今日はうなぎを食べてらっしゃる方も多いかもしれませんね。私はちょっとうなぎは大好きで食べたいってずっと言ってるんですが、今日は我慢しました。ちょっとね、新しい iPhone にしたいのでちょっと節約しております。まあ、その流れで言いますと、来週の水曜日ですね、来週の水曜日 iPhone12 を買いに行こうと思っております。ついにカメラが変わります。どうぞご期待ください。実際に動画で画像が変わるのはその次の日とかからだと思うんですけれども、ぜひね、また来週木曜日かな、木曜日には平山茂の地球見聞録、カメラの画質が上がってリニューアルオープンとなりますので、ぜひお楽しみにしてください。そんなに楽しみにするほどのことではないかもしれませんけれども、私がワクワクドキドキしております。はい、さあ今週ももうね水曜日で中日でございますから、普段お仕事されている方、お休みまであとちょっとでございます。頑張りましょう。大丈夫ですから。大丈夫、熱中症だけ気をつけましょう。熱中症だけね、さあということで皆様、また明日お会いしましょう。今日はこんな感じです。
ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。